スユムシは、バッタ、メキリギリス科の昆虫。和名は、弱々しい外見からついたと思われる。体長29から38ミリメートル前後全身が鮮やかな緑。頭は小さく、顎もとても細くて短く、一見すると三角形を停止。肉食性と思われがちだが完全な装飾性である。細長い足が弱々しい外見に拍車をかけており。 実際に最終も容易である。羽は細長く、特に後ろ羽は半分近くが前羽から飛び出ている。産卵管は非常に短く腹部の半分ほどで小釜の葉のような形をしている。沖縄本島以外のほぼ日本全土に分布。草原性で明るい草原に普通。在来種、気化種問わず植草があれば生息可能で梅雨虫類中雪地雨虫と並ぶ。 普通種になる。キク科のヨモギ、セータカアワダチソウ、マメ科のハギ、アカツメクサを好んで食い、これら植物上に常駐している。後ろ足が細長く、跳躍力があまりないためか、外敵が近づいても他の直視昆虫ほどすぐには跳ねずに、じっとして、やり過ごそうとする傾向が強い。しかし危険を感じれば、身軽さを生かして飛んで逃げる。飛翔技術は、 割合高い方で、10日にもやってくる。顎が小さく弱いため、あまり硬い葉を食うことができず、もっぱら新芽やつぼみ、花、若い実などを食べている。このように消化の良い部分を食うよう特化しているため、体の作りが、他の装飾性直視よりシンプルで、身軽さの要因となっている。また、足が細く長いことや、産卵管も短く小さいのも飛翔力を大きくする。 助けとなっている。オスは普段生活している食草の上で歩きながら、ピチピチ、という小さな鳴き声を出す。時折、ジジイジイジジという愛の手を入れる。夜も昼もなくが、夜の方が盛んである。夜間では数匹のオスが枝先に集まって、お互いに鳴き競っているのも見られる。メスが近づくと鳴き方が変わるという。オスはメスに背中を向けながら、交尾を流す。 メスの微端に請求が渡されると交尾は完了する。卵が成熟したメスは、イネカやカヤズリグサカの葉を選んで縁をかじり、産卵管を差し込んで卵を産みつける。卵は4月頃孵化し、6回の脱皮を経て6月頃、成虫になる。その成虫が産んだ卵は7月頃孵化し、9月にもう一度成虫が見られる。2回目の成虫の産んだ卵はそのまま越冬する。 発霊幼虫は褐色だが、二霊以降は、成虫同様、鮮やかな緑である。関東地方以南では、年2回発生するが、温暖化により、年2回発生地域が北上している。ありがとうございます。